ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェパナメーラ 4S 2017年式3万9000キロのこちらのお車になります。で今回ご紹介させていただくこのお車、はい、まあ、正直なところそんなすごくこうオプション満載ですよっていうわけじゃないんですけど、そうですね、ついてて嬉しいオプションが結構ついてて結構な金額になってるという、はい、そうです、はい、ちょっとオプションやっぱりポルシェといえばオプションです、オプションですね、はい、ちょっとオプションを中心にご紹介させていただきたいと思います、うん、はい、そしてまずフロント周りからいくと、はい、当然のマトリックス LED ヘッドライト、はい、この辺もついてるとありがたいですね。かっこいいですよね。かっこいいですよね、うん、そしてボディカラーも、はい、黒もメタリックとソリッド、うん、そうですありますけれども、はい、今回の車はジェットブラック、はい、メタリックの、そうです、ジェットブラックメタリックですね。結構写真なんかだと同じように見えちゃったりしますけど、うん、はい、実写結構違いますよね。かなり違いますですよね、うん、結構こう光が当たった時のこの光り方がかなり違うので、はい、こんな感じの外装になってて、うん、でもう早速横行っちゃいましょうか。はい、はい、で今回この一つの注目ポイントでもある足元、はい、ターボの、そうです、オプションの、はい、ターボデザインのホイール、ターボデザインホイール、これ結構するんですよね。意外と高いんですよね。70万円ぐらいする。そうです、はい、はい、この辺もついてると結構、うん、またこれかっこいいっすよね。特に現行この方のパラメーラにはすごく似合いますよね、うん、確かにこの大きなボディに似合っちゃう。そうですね、うん、で僕もう恥ずかしながら知らなかったんですけど、さすがに70万円のホイール出せ、うん、70万円のオプションのホイールつければ、うんうんうん、これカラークレストついてくると思ったら、うん、はい、ついてこないですね。恥ずかしいですね。すいません、オプションです。オプションなんですね、はい、ポルシェ様、はい、ポルシェ様はオプションです、はい、まあ、この辺もしっかりついてる、はい、そしてブレーキはこの対向の6スポットのブレーキ、はい、やっぱりポルシェといえばブレーキですから。そうですね、これワンピースなんですね。モノブロックみたいなもの、そうです、ワンピースですね、はい、やっぱり2ピースよりこう合成が取れるというか。そうですね、うん、パッド交換なんかはちょっと大変だったりしますけど、はい、やっぱりポルシェといえばブレーキなんで、この辺がしっかり、はい、そしてあと今回の車はエアサス当然なんで、はい、なんかこのパナメーラのエアサスもなんかちょっと特殊なエアサスらしいですよね、うん、そうなんですよ、うん、なんか3チャンバーテクノロジーとか。そうです、はい、なんかその空気が溜まるところが、そうです、上と真ん中と下みたいな。そうです。でなんか通常のエアサスみたいなその、うん、ふわふわさだけじゃない、うん、ちゃんとこうシャキッと走る、そうですね、足回りもできてっていう、はい、うん、エアサスになってる。従来モデル、これの前の方のモデルに、から比較するとエアのその充填量が、まあ、約 60% ぐらいアップしてるっていう、ね、うん、っていう話らしいです、うん、だ結構エアサスでもその種類というか、はい、性能がいろいろある。そうですね、はい、メーカー車種考え方によってかなりの数が あると思います。改めて予習してちょっとびっくりしちゃいました、はい、そしてあとはこの辺のミラーの付け根なんかも同色になってたりとか。そうですね、あと窓枠だったりとかっていうのは今回このポリッシュのまま、うん、ポリッシュのままです、うん、であとどうしましょう、後ろも、はい、はい、行きましょうか。後ろも同様にターボデザインの方で、はい、まあ、この辺もキャリパーもしっかりポルシェのロゴも入ってて。そうですね、あとこのシルエットが何といってもかっこいいですよね。かっこいいです、はい、うん、もうなんかポルシェがなんかそのサローンの、はい、じゃないってなんかホームページも歌ってますよね。要はもうセダン、いわゆるそのセダンに当てはまらない、うん、新しい形というか、うん、だからこのシルエットでもちゃんとポルシェしてるというか。そうですね、いわゆるクーペスタイルというんですかね、ポルシェが言うにはその特に C ピラーの流れは、はい、この辺ですね、はい、911を意識してデザインし直したとぐらいまで言っていますね。はい、あと全体的なシルエットでいくと、うん、まあ、そのライトの衣装なんかは結構先代からガラッと変えてきましたけど、はい、他ってこうなんとなく似てるかなと思いきや結構ガラッと変えてるんですよね。変えてます。なんかそのホイールベースだったりだとか。そうです、はい、オーバーハングだったり。もっと言ってしまうと今回はこのパナメーラで開発されたポルシェのシャーシーあるじゃないですか。これをアウディグループが共用として他のシャーシーも展開で使っていくと、まあ、実際に使われているというぐらいバシッと開発されたシャーシー周りとなってますね、うん、そして後ろ行きましょうか、はい、後ろつい先日カイエンの車両紹介、うん、裏当てんで撮影したんですよ、はい、でその時もちょっと話してたんですけど、うん、もうとにかくテールが、うん、
現行そのカイエンしかり、うん、パナメーラしかり、うん、かっこよくなりましたよね。はい、なりましたね。確かにちょっと911シリーズにつながったというか。そうですね、うん、なんか全部こうシリーズで共通のテールになりましたよね。なんとなくそのボディの全体的なシルエットはさっきツッチ言うように前の方とそんなにね、あまり変わりはないんですけど、要所要所がこうすごくシャープな感じになってますね、うん、特にこの辺とかもすごくかっこいいなと思って。かっこいいよね、つながった感じ、うん、そして今回の車スポーツエキゾースト、はいはい、ついてるということで、はい、4本出しのタイプになってると。で4本出しになるんでしたっけ。4本出しになります。そうですね、漏れなくついてくると。はい、はい、これなくついてる。まあ、標準が2本出しのあのちょっとスクエアというかね、こういう感じの、はいはい、感じですよね、うん、だからもう一層なんかこうスポーティーになってるという、そうですね、はい、こんなエクステリアになってます。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、でこの辺気になるソフトクローズもついてると、はい、バッチリです。はい、そして中がこれまたかっこいいんですよね。かっこいいですね。ブラックとあとボルドーレッドでしたっけ。そうです、のツートンインテリア、はい、これも結構するんですよね、オプションで。します、70万円ぐらい。そうですね。そしてパネル類はカーボンという、うん、はい、カーボンのインテリアパッケージ、ね、インテリアパッケージ、そうです、しっかりついてる。だこの辺もだからちょうどツートンのステッチがこのボルドー系で、はい、ブラック、そしてカーボン、うん、そしてコーボン、いいですね。いいですね、はい、はい、そしてそのままシートに行くと、シートもなんとこの18ウェイの、そうなんですよ、数えるだけでも大変なんですよ。大変です、スイッチいっぱいついてます。だからこれもう本当にガチガチにできますよね。できます、これはね、座面も背中もガチガチにもできるし、そうなんですよ、逆にこうもう超ゆったりにもできる。そうです、うん、こんなシートもついてると、うん、そしてあとはインパネに行くとステアリングがかっこいいですね。はい、そしてスポーツクロのパッケージ付きということで、うん、スポーツクロのこのメーターと、メーターじゃない時計か、はい、はい、とあとモード切り替えのこのボタンがついてくると。はい、スポクロがついてるとローンチもなんかついてくるんですか。うん、そうです、はい、まあ、使ったこともないですし使おうとも思わないですけ ですけどね、はい、こんなインテリアになってると、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、あ、ちょっとやっぱりつい先日カイエン、もう本当に昨日一昨日の話かな、はい、なんですけど、やっぱり、うん、なんとなくの景色一緒じゃないですか。そうですね、まあ、ステアリングだったりメーターだったりナビだったり、はい、ただやっぱりシートポジションが全然違うですね、うん、もうなんかこうやる気にさせるというか。そうですか、はい、うん、ちゃんとこうスポーツカーだなっていう。あ、確かにそれはありますね、はい、うん、そしてこのシートの調整の具合ですよ。このこれで、うん、これで、うん、このサイドのこの締め上げですよね。これ今グーってこう絞られてってるんですけど、はい、グーッと起きて、でこっちで背中のこのボルスターですよね、うん、これがギュッと締め付けられると、うん、はい、そしてもう当然だから数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 なんですね。はい、はい、そうです。でもなんとなくこうポジションがこうこうなんとなくの位置になってるんで、うん、こうブラインドでもちゃんと操作できる。できますね、はい、ちょっと調整しやすい、うん、こんなシート操作性はいいです、はい、そして上に戻ってくるとステアリングが何といってもこのカーボン、カーボン、まあ、ちょっとこの辺は好み分かれるとこかもしれないですけど、うん、結構こう固めの握り心地が、そうですね、やっぱりちょっと高級感もあっていい感じです、はい、うん、でしっかりこの辺もついてて、あとポルシェいいのは、うん、このパドルが金属なんで、うん、ちゃんと操作感がすごくいいんですよね、はい、カチッていう。結構この辺もメーカーによってこう大きさだったりこのプラスチック金属、うん、キャラクター分かれるところですけど、はい、しっかりついてると。はい、そしてステアリングヒーターもついてるじゃないですか。ありがたいですねこれ、はい、え、これカーボンステアのステアリングヒーターってどうなってるんですか。同じようにこれはあったかくなるんですか。あったかくなるんですよ。確かに今ちょっと冷静に考えたらちょっとカーボンステアリングのステアリングヒーター使ったことないかもしれないです、うん、そうですか。ちょっと使ってみたいと思います。はい、あとはメーターはこの安定の5連、うんうん、センターにこのカウンターと両サイドがインフォメーション、はい、これナビとかも出せるんですよね。そうです、かけちゃいましょうか。かけましょう、はい、この辺、はい、もうだからこの G とか、うん、G メーターとか、はいはい、この辺のラップとか出る時点でもう普通のセダンじゃないなっていう、はい、本当にだからスポーツカーですよね。そうですね、メーカーのこだわりですよね。実際にこれ乗る人がそれ必要なのかったら正直必要ないと思うんですよね。もう演出として。そうですね、はい、はい、そして四輪駆動、はい、うん、こんな感じで今回 4S ですから、はい、ついてて、うん、とナビなんかもこんな感じで出せると、はい、
いいですね、はい、便利です。そしてこの辺ですよね、はい、そうです、評価が分かれるというか、はいはい、もう本当にそれも会の時ちょっとお話ししたんですけど、はい、ちょっとこう1個中に入らないと全てが操作できない。ああそうですね、ちょっとその辺が、うん、まあ、どう評価するかなっていうところじゃないですか、うん、もうスポーツ駅とかもこう入らないとできない。そうですね、だからこの辺を頻繁に操作するかっていうと、うん、ちょっとこう人にもよるんで何とか言えないですけど、はい、ただエアコンは、うん、ダイレクトに操作したかったなっていう感じはしないですか。僕は全然しないです。あ本当ですか、はい、僕いろいろ海外の評価とかも見て、はい、クライメートよくこのルーバーの操作とか、はい、エアコンオン、あこの辺ですね、はいはい、ちょっとハイテク感もあるんですけど、うん、はい、ここをあって操作させてくれよっていう人が結構いるっていうのは見ました。うーん、確かにここはちょっとこう、はいはい、ハイテクさは演出されてるところではあるんですけど、はい、ただまあこの風量の設定と、うん、はい、あと温度の設定なんかはダイレクトに操作できると、はい、そうですね、あとはできればそのシンクロボタンは出してほしかったです僕、うん、確かに今操作して、うんうん、はい、だからこれで、うん、こっちか、うん、シンクロボタンは、はい、うん、こんな感じでございます、うん、はい、あとはでもナビもそうだし、はい、メディア関係なんかも、うん、はい、かなり使いやすい、使いやすいです、ですよね、かなり、はい、うん、こんな感じのナビになっております。はい、そしてあとこの辺がシートヒーター、うん、そうですね、当然両方ついてて、はい、はい、うん、はい、そして、うん、この辺もしっかりカーボンなんですね。そうです、うん、で見えなくなるこのギリギリのところまでしっかりカーボンっていう、はい、はい、そしてドリンクホルダーが前後でついてて、はい、ちょっと改めて見たら前の方がちょっとちっちゃいですね。そうです、はい、異形です。ちょっと500のペットなんかはちょっと入らなそうなんで、はい、はい、そしてセンターコンソールの中は USB と、うん、あと外部入力かな。そうです、はい、あとシガーソケット、シガーソケット、はい、でグローブボックスの中は、はい、はい、どうぞ。でグローブボックスは、はい、これはディスク入る感じですかね。ディスク入ります、はい、ディスクとメディアカード、そうです、はい、ETC ですね、はい、ちょっとこのインテリアやっぱりいいですよね、この水平基調の。そうなんですよ、はい、いいですよね。ちょっとクラシックなちょっと雰囲気もありつつ、うん、はいはい、そしてこのドアにつながるこのデザインですよ、うん、そうですね、いい感じです、うん、そして上に行くと、うん、ピラーは普通の91シリーズなんかと違って、はい、パブリックなんですね。そうですね、はい、天井なんかも、はい、ただ僕的に嬉しいのはこのバイザーもちゃんとパブリックっていう。そうです、はい、でもね、なんだろうな、俺感覚なんですけど、はい、気持ちいいんですよこの素材が。あ、なんですかこれ。なんかいわゆるこの普通のファブリックじゃないですよね。じゃないですよ、なんかこう普通にファブリックだったり布地だったりするとなんかこうザラつくというか、はい、これ触るとすごいしっとりしてるんですよ。ちょっとこの編み目というか縫い目のある、うん、縫い目というか織り込んだ、織り込んだっていうんですかね、織り目のある、そう、なんて言っていいんですか、またなんかちょっと衣服の布に近い感じ、ね、そんな感じですね、はい、そんな感じの、うん、天井になってございます。はい、はい、あとはアシスト関係バック、うん、はい、パーキングアシスト、はい、こっちか、うん、はい、それなんかはもうフルフルでついてると、はい、はい、よいしょ、こんな感じの内装でございます。はい、はい、じゃあ続いて後ろの席を見てみたいと思います。今ちょっとポルシェ大好き、うん、アンドポルシェオーナーのカメラマンに怒られちゃいました、うん、クレーム入りましたね。ちゃんと、はい、はい、ちゃんと紹介しろと、はい、ドアがどこでも止まるドアっていう、はい、そうです、ここ結構ポイントだぞって言われます。そうですね、はい、確かにこう、うん、普通の車ってこうポイントがあるじゃないですか、ガクガクっていう、ないどこでも止まるんで、うん、まあ、便利だし、うん、はい、使い勝手もいいと、うん、一つ言っていいですか、はい、男性的にはいいんですけどこれ多分女性的には悪いと思います。僕は好きではないです、はい、僕が女性受けを狙ってるわけじゃないですよ。なんとなくこう引っかかってる感じするじゃないですか、閉めるときに。僕ちょっとだから違和感があります、こう動かし始めが。僕でも逆にこう高級車しかついてない機能じゃないですか、うん、はい、分かって使ってると、うん、あ、確かにこういいなって思ってます、うん、そうですね、まあ、そんな機能もちょっとなんていうんですか、評価の分かれるところですね。そうですね、はい、はい、そして後ろの席はこんな感じで、うん、はい、ただ後ろもインテリアの感じがいいですよ、このボルドーの。いいですね、はい、色合いがいいじゃないですか、疲れる色合いじゃないんで、
そしてちょっとフロントで触るの忘れちゃいましたけど、はい、ボーゼのサウンドシステムなんで、そうです、14スピーカーですかね、710ワットぐらいのアンプで、はい、結構な音質で聞けるんじゃないでしょうか、はい、ちょっと後ろも乗ってみたいと思います。はい、ちょっとパワーシートが後ろに下がっちゃってるんで、はいはい、僕が見栄を張ったポジションとかそういうレベルじゃないぐらい下がっちゃってますけど、それでも余裕、うん、余裕でしょ、はい、全然余裕です、うん、まあ、言ったらほぼ一番後ろに下がってる状態じゃないですか。そうですね。で後ろちゃんとこれあれなんですね、うん、ステッチが入ってます、はい、あ、ここもじゃないですか全部、はい、そして後ろは、うん、いいのは、うん、何ですか、こんなに後ろホールドする車はないですよね。そうなの、うん、まあ、デザインもそうだし、はい、後ろにもこんなにホールド性を、うん、あるっていう、そう、タイトすぎないから、でも逆に体が逆に落ち着きますよね。あ、そうですね。そう、そして後ろも若干調整できるんですよね。できます、はい、はい、この前後もそうだし、うん、前後って言ってもこの膝の裏背、はいはい、これの前後とあとリクライニング、そうです、はい、あとこの背中のランバーの、うん、はい、出具合が調整できると、はい、いや、この辺も本当に4ドアのスポーツカーって感じですね、うん、そうですね、はい、そして後ろの装備的には、うん、一応エアコンの吹き出しが調整できない感じですね。そうです、はい、そしてシートヒーターと、はいはい、あとこのリアのブラインドがついてると、はい、でリアのこのこれもカーボンなんじゃないですか。そう、はい、いいですね。いいですね、うん、カーボンインテリア入れるとこんなんなんですね、うん、そうですね、はい、そしてちっちゃめのドリンクホルダーと、うん、あと USB かな、うん、はい、がついてると、はい、はい、そしてアームレストは、うん、はい、はい、こっちですね。あ、そうですね、はい、あ、いい感じですね、うん、なんかこの辺も高級感ありますね、質感がね、はい、そう、すごくいいです。うん、そしてちょっとだけ物が入ってた、はい、うん、高級車っす、うん、デザインなんかこのシートだからすごくスポーツカーしてますけど、うん、高級車っす、悪くないですね。悪くないっす、はい、いい感じです、うん、そしてこの辺エアコンの吹き出しが無事でついてたりとか、はい、はい、こんな感じの、はい、リアシートになってます、はい、メモリーがついてるのが、あ、そうっすね、リアもメモリーついてるんですね、うん、そうなんですよ、まあ、リアのパワーシートですからね。そう、いや、てか、いるいや、必要です、必要です、はいはい、そうですね、はい、でリアのこのスペース的にも結構、うん、いや、全然広いよ、僕175ですけど、ああ、全然余裕です、上も、うん、全然余裕です、はい、でも、横もそうだし、この辺の開放感も、うん、はい、ね、あ、ここがちょっと出っ張ってるんですね。そう、あの、あれ、なんだっけ、ここに、ここからまだ骨が入ってたりなんかあるんでしょうね。で、この真ん中フレームがあって、そうですね、うん、これユニットが入ってるのかな。あ、なるほど、うん、アンテナのちょうど下ぐらい。そう、アンテナと、あとハイマウント、あ、じゃあ本当にギリギリまで上げてあるってことですね。逆に だと思いますね。なるほど、うん、なんだろうね、これ。あ、でもアンテナか、アンテナ類ですね。なんかこのシルエットなんで、もうちょっとこう、うん、ルーフ低いのをちょっと想像してたんですけど、うん、乗ると意外にそんなことないですよね。そうですね、うん、こんな感じのリアシートになってます、はい、だ乗りよりも結構この辺低いじゃないですか、うん、はい、結構その普通のセダンなんかだとこうなってて、あ、確かに高かったりもするんですけど、確かにそうだよね。パナメーラもここでもう低くなって、うん、これ自体も低いんで、はい、乗りよりも、だからルーフは確かにこれ低いですよ、うん、だから こうしなくちゃですけど、この足の出し入れはだいぶ楽ですね。あ、確かにね、はい、うん、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、当然のパワーテールゲートで、そうですね、はい、なんといってもこの使い勝手の良さですよ、はい、いわゆるこう、なんていうんですか、ハッチバックって言えばいいですか。そうですね、ハッチバックですね。セダンじゃない、このトランクじゃない、うん、だ積み下ろしも楽だし、はい、開口部が広く取れてますので、うん、でスペース的には結構横をえぐってありますよね。えぐってあります。だからこう長物なんかも、はい、いけちゃうと思います、うん、さっき見ていただいたように倒れますから、はい、パワーシートなのに倒れるってまたすごくないですか、これ。ねえ、はい、ねえ言われたらそうですね、はい、はい、なんかそんな感じの機構になってて、はい、でこの下に、うん、あ、下はほぼスペースないですね。そうですね、修理キットが少し入ってるぐらいですかね。はい、はい、あと BOSE、 あ、サブウーファーが、ね、サブウーファーが入ってます、はい、下に入ってるっていう、うん、こんな感じでございます。はい、でこのゲートの高さもメモリできるんですよね。はい、メモリできます、はい、うん、で僕もう本当にそれ海援の時も同じ話したんですけど、はい、上当たる当たらないだけでこれ高さ調整かなと思ったら、そうじゃなくて、うん、結構その
背の低い方で、はい、届かない場合なんかも結構役に立つっていう、うん、もちろんそうですね。なのでこの辺は結構あると便利なんじゃないかと思います、はい、うん、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンの方が 2.9 リッター V6、はい、440馬力、はい、トルクが 56.1 キロ。そうです。これあれですよね、あのアウディの RS 系にこうチューニングちょっと変えて使われてるエンジンと一緒というか同系列の。基本は一緒だと思います。ですよね、はい、なんかポルシェと共同開発とかって。あ、そうなんですか。はい、みたいですよ。へえ。ちょっとチューニングを変えて積んでるとかって、うん、だからもうそれを聞くとどんだけパンチのあるエンジンなのか分かります、うん、そうですね。なんかそういったことがありつつ、何ですかね、コストダウンのためなのかって言ったら変ですけど、ポルシェ自体がそのこの車を出してカタログに書いたことって、新たに新開発した 2.9 リッターみたいに書いてありましたけどね、はい、でなんか今回はその、まあ、先ほどシャーシ周りでも言いましたけど、ポルシェがこう開発したものを他の車にこう流用していく、次の車の開発のベースとしているとかっていうのが多分いろんなところであるのかもしれないですね。グループの中でアウディグループとして、そうですね、ワーゲングループとして、うん、あともう一個僕記事で見たのは、はい、ポルシェのパナメーラを買うにあたってもう 4S がベストバイだっていう、っていうのはなんかその車 の, そのシャーシの設計が、うん、もう基本この方のパナメーラって全部ターボじゃないですか、はい、だからそのトルクなんかもその増大していることを考慮して、だからそれが受け止められるようにもう 4WS あ 4WS で4駆前提の車種設計らしいですよ。あ、はい、だからその装備だったりだとその車種の設計だったりとかも含めて、うん、もう一番真ん中にこの 4S を中心に考えた車らしいんで、だからこう車を買うにあたって、まあ、その人それぞれその好き嫌いもありますし、はい、車の使い勝手も違うと思いますけど、その海外の記事では 4S 4駆モデル買うのがもうベストバイだっていう、一番その何ですか、良さを知れるというか、バランスがいいんですかね、みたいですよ、っていうのは読んでみました。なるほど、はい、だとエンジンルームはもうさすがですよね。もうさすがですね、補強とか、はい、そうですね、もうレイアウトとか、はい、もう間違いないんで、はい、こんな感じのエンジンルームになってます、はい、じゃあ続いて天道周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ステアリングのチルトとテレスコのこのスイッチ、はい、結構壊しちゃう人がいるっていう風に、はい、壊しちゃいます、うん、ちょっと手動風、そうなの、電動なんですね、バチンって下げちゃったりするから、はい、壊れちゃうんだよね。しかも反応がこうワンテンポ遅れるじゃないですか。そうだね、はい、ポチッギュイーンみたいな、うん、じゃあこの辺はよく見た方がいいですね。そうです、もう基本です。今日はあいにくの天気ですけれども、はい、逆にでも 4S たるところが、そうです、はい、4駆なんでね、もうガンガン踏んでいけるわけですよ。そうですよ、どこを目指してるのかよく分からなくなっちゃいますけど
けどなんとなく車のキャラクター的にこう、うん、まあ、サイズ的にも AMG GT4 ドアと近いところあるじゃないですか。あ、はい、あんな感じを僕今想像しています。あ、なるほど、はい、よいしょ。でパナメーラ実はあのユージさんの時に乗ってるんですよ、ね、そうですね、はい、ただ運転はしてないんで。あ、確かに、はい、だか改装なんかで何回か確か運転させてもらったんですよね。あ、はい、うわうわです。わーわーって感じ、はい、いい、ちゃんとポルシェです、はい、なんすかね、マカン乗ってもカイエン乗っても左曲がります、はい、カイエン乗ってもタイカン乗っても、うん、やっぱりなんか同じとこ向いて作ってるなっていうのが間違いなく分かりますね。分かりますよね、うん、すげえ安定性、うん、いやあとはもうつい先日乗ったカイエンとやっぱり景色は一緒ですけど、うん、このフロントガラスの傾斜とちょっとこの着座のポジションと、もうシートに至ったらもうだってこれもう車外のセミバケぐらいガチガチにできますよ。本当ですね、はあ、もうカメラマンさっき座って苦しい苦しい苦しいとか言ってたそのレベルでもう締め上げられるっていう。確かに。そして乗り心地は意外にいい、うん、しかもこれ今スポーツモード、スポーツプラス、スポーツプラスだ、はい、あ、今スポーノーマルです。ノーマルですか、はい、シャーシーがスポーツプラスになってますね。そうですね、はい、ノーマルにしてみましょう。これはスポ駅オンになってるわけですね。これオンになってますね。いい音してますね、うん、なってますねってなってなかったら怒られるんですなってます、なってますね、はい、え、もう普通に、はい、もう超高級車の乗り心地ですよ。そうですよね、はい、はい、これ超しないかだけどふわふわしてないですね。そうですね、はい、だここからでも踏んでいける感じの、いいな。カメラマンにも言われました、はい、津田さん乗ったら何て言うか俺分かってますよって。なんつって、絶対欲しいって言うんですよ分かりやすい、はい、いや欲しいっす、もうすでに欲しいっす。本当、はい、なんすかね、パナメーラってさっきもちょっと話出ましたけど、うん、ちょっと彼ら系と共通するところがあって、はい、なんかこう真ん中のグレードでもこう、うん、ベースのグレードでもそれぞれこう良さありますよね。ああ、それはありますよね、はい、うん、なんか他のメーカーのモデルってやっぱりトップグレード、例えばメルセデスだったら63が目立ちすぎて、うん、ちょっと500、400、まあ、それぞれもちろん良さあるんですけど、うん、なんかこうポルシェとまた違う感じがしません？そうですね、ポルシェってやっぱりターボっていうのが一番上にあるけど、やっぱりその下の GTS とか、うん、4とか、うん、その辺にもなんかちゃんと個性があって、うん、全然こう見劣りしないというか、うん、これは高速に乗る感じですか？そうです。じゃあちょっと僕のドライビングテクニックじゃ四駆のありがたさどころか、四駆かどうかもう分からないかもしれないですけど、でもなんかグイグイ、ガンガンいっちゃう感じじゃないですか？そうそう、死なない程度ですかでも車進化として、まあ、ポルシェももう、はい、多分認めてるところだと思うんですけど、四駆っていうのはやっぱり、うん、もうトラクションで言ったらもう絶対的な、そうですね、差はありますからね。そうなんです、もう間違いないです。ではちょっと、あれ、こんなにこんなに激しい音します、うん、なんでしますよ。いやいや、想像してなったのの3倍ぐらいちょっとめっちゃいい音しました、はい、マジですか、はい。そしてちょっとこのトラクション抜けちゃうかなと思ったら全然四駆大丈夫ですね、はい、大丈夫です、はい、安心です。いや、音にビビって今アクセル抜いちゃったんですけどいや、もう完全にとっちらかっちゃった時の音じゃないですか、はい、ふわーって全然平気です。大丈夫ですね、うん、うわー、いいな、もうなんか はい、まあ、四駆の車なんでそうですけど、はい、車、車種、車側がね、受け止めてくれるので安定性方向なんで、あれ、これパワーないのかなって思うんですけど、冷静に考えると全然パワーもすごくあって、
440馬力ですから、ね、そうです、当たり前ですよね。440が遅いはずないんで。これいいな。でこのちゃんと路面の接地感、うん、僕でも分かるこの接地感、うん、どこまで踏んでっても大丈夫なこの安心感。そうなんですよ。あーなんかもう助手席すごい快適ですね。快適ですよね。はい、めちゃめちゃ快適です。シートヒーターもそうだし。そうですね、もう車が安定しすぎてて、うん、これ本当にどこまでも踏んできますね。いや全然。ていうか速度感がなくてやばいんですけど。やばいですね、気をつけてくださいね。いやこれちょっと本当に、うん、30キロぐらいで走ってる感覚です。そうですね。買えますか。これはちょっと、買えますか。はい、買えますか。買いたいです。おはようございます。買いたいです。なんかなんていうのかな、こうある意味こうポルシェってスポーツカーの当然メーカーですから、その突出した部分を想像してしまうんですけど、突出した部分って突出した車両を選ばない限り突出しないメーカーじゃないですか。だから逆に考えると、こういう車をスポーツセダンを仕立てるって当然技術力はものすごいと思いますよ。それホームページも書いてありました。あ、そうですか。はい、なんかその何ですか、運転のその楽しさというか、はい、そのパフォーマンスと快適性の両立は、うん、もうみんなが無理だって言ったけど、うん、ポルシェはちゃんと高い次元で両立しましたっていうの。あ、まさに確かにそうだなと思って。そうですよね。で僕はそれを言いたかったんですけど、うん、だから僕はポルシェのメーカーの人と同じぐらいな。はい、分かった人だったんですね。偶然にも同じ感性を持ち合わせました。たまたま同じようなこと言っちゃいましたけど、でもそれって感じますよね、やっぱりね。そうですね、うん、なんていうんですか、こう無理くりこうパワーを上げてるとか、無理やり足を固くしてるとかっていうことって何にも感じないですよね。これすごいな、うん、ちょっと固くしてみていいですか。いいでしょ。なんかスポーツプラス結構引っ張りますね。引っ張ります。それはあれです。なんだ、モードですよね。モードのスポーツプラスは結構引っ張ります。あ、そっかそっかそっか。シャーシのスポーツプラス。そう。で、こっちスポーツにして、こっちをスポーツプラスにして。はい、あ、そうですね。あれシャーシ今までスポーツプラスでした？違いますよ。ノーマルです。ですよね。はい。あ。おー。でもそんななんか唐突なこう硬さないですよ。はないですね、うん、しっかりしてるなって感じです、うん、もっとガチガチになっちゃうかと思ったら、 それはあれですかね、車のキャラクター的に、うん、いやそんなことないです。本当ですか。はい、これかなり硬いですよ、足今硬いです足。でも段差のいなし方とか、段差ってこの高速のつなぎ目のいなし方なんかは、うん、そうです、前の方のパナメラに比べて相当フレーム硬いですね、これ。シャシ周りがやっぱり全く違うと思います。この全てが自然、もうペダルもそうだし、うん、ステアリングもそうだし、視界もそうだし、うん、でこのステアリングのレスポンスも、うん、いいですか。いいです。敏感になりすぎず。そしてこの辺の味付けって車によって結構違うし、うん、そのドライバーに与える印象すごく違うんだなっていうのは、うん、つい先日ディフェンダー乗って思いました。ああ、ディフェンダーものすごくゆっくりなんですよ。そうですね。切るじゃないですか、はい、ワンテンポ遅れて車グワっていう。スピードにご注意ください。で本当に四駆の車、いわゆる SUV 運転してますっていうのを、うん、なんかこう感じるんですけど、はい、ポルシェ逆にこうものすごく自然というか、うん、土と相性いいんじゃない。本当ですか、うん、勝ちやすくないですね。ありがとうございます。いやーです欲しいよね。なんかでもこう、はい、いろいろ乗っていろいろこう売ったり買ったり、当然仕事なんでやってますけど、
あれもこれも欲しくなっちゃって。確かに、はい、みんないいんすもんだって。 いや、いいですよね、はい、あとちょっと海外のレビューで言ってたのは、はい、そのミッションの加速減速がちょっと、うん、あの唐突というか、うん、極端すぎるみたいな。ちょっと今速度域が低いんで何とも言えないですけど、うん、そんなに唐突すぎるってのはどういうことですか。どうなんですかね、ちょっとその意味合いが詳しくは書いてなかったんですけど、うん、うん、上げていくとき下げていくときってことですかね。シフトアップシフトダウンのとき、それレスポンス良すぎるってことですか、それともギクシャクするってことなんですか、ね、どっちなんですかね。あ、でもこれあれですね、うん、あの普通の911なんかよりシフトのこのアップダウンはだいぶマイルドになってますね、うん、そうでしょ、はい、だいぶマイルドですね、うん、あとはちゃんとその上げ下げが分かります、うん、はい、うん、で911系は特にね、あの重量物が駆動輪のすぐ上に乗っかってるから余計ダイレクト感があるからっていうのもあるかもしれないし、しかもなんか速いし変速ショックもないじゃないですか。そう、そうだね、スパンスパン上げていきますよね、うん、これちゃんとなんかこうシフト操作してる感あります、ね、そう、なんかなんていうの、なんかこう誤解を恐れずに言うとこうレスポンス良すぎないというか、はい、なんですか、節度があります。あ、そうですね、そんな感じ、節度がありますね、キャラクターに合ってる車の、うん、超安定です、うん、あと後ろのこのあれですね、ヘッドレストが大きいんで、うん、リアの視界は、うん、ちょっとあれですね、いまいち、いまいちというか、うん、まあそうですね、ど真ん中は見えやすいんですけど、はい、ど真ん中から少し外れちゃうと、うん、そんなに視界が広くなくなっちゃいます、うん、あとやっぱり僕このナビですね、うん、エアコン操作がこうワンタッチで、あとブラインド操作できないっていうのも書いてありました。ああ、うん、そうなんだ。確かにそう言われるとこれだから見ないと操作できないな、うん、風なんかも、うん、僕さっきそのお店の店舗でね、はい、その動画撮影しててそのツッチをそれ言ってたじゃないですか、はい、で僕はあえてコメントしなかったんですけど、はい、触りますか。あ、まあ、そんなに頻繁に触るもんじゃないですけど、はい、そのたまにの触った時にこう、うん、ってこう、あ、思っちゃうかなと思ったんですけど。なるほどね。僕基本オートにして、あ、まあそうですね、オートにすればそうですね、はい、温度だけっていう。確かに。で 僕はオートのボタンと、はい、テンプのボタンと、はい、ここにあるナイキの循環のボタン、はい、これがあればいいタイプなんで、 あとは別にもう全然気にならないです。完全にそうしたらポルシェの中の人と同じ考えじゃないですか。そうです、もう言ってしまったらもう ポルシェにいてもおかしくないそんなことはないですけど、あの藤川さんおっしゃる通りそうですよね、多分、うん、最低限使うここだけはちゃんと物理キーで出してあって、そうですね、もっと細かくやるんだったら、うん、こうもう一個入って、うん、向きこうやったりとか、うん、と思いますけどね。なるほど。その時にあの走りながらやるもんじゃないだろうっていう、確かにっていう考えじゃないですか。運転してるんだからみたいな、運転楽しんでるわけだから、あとは温度なんか車にやらせればみたいな。いいですね、気持ちいいね。最高です、うん、はい、全然不安要素ゼロです、うん、あの V6 の 2.9 で440馬力といえどもちょっとやっぱり V8 がいる、ね、上に V8 のターボがあるんで、でなんとなくどうかなっていう感じはあるんですけど、まあ V8 のターボはさておいて、
このエンジンはやっぱり優秀で十分ですね。でまた音いいですよね。音いいです、すごいいいです。え、これじゃあパナメーラって結構その他と比べる方ってあんまりいらっしゃらないんですか？いないですね。うん、もう最初からパナメーラみたいな。そうですね、パナメーラ買っていただけるお客様って大体パナメーラで、うん、それ以外のある程度のこう大型のセダンは一通り乗ってしまってるしっていう感じですかね。メーカーとしてはあれですか、うん、AMG GT 4ドアとか、うん、あとは6のグランクーペとかあの辺とバッティングするんですかね、うん。今実際にこうお客さんが検討してるとか話してる人の中では GT というよりも、S クラスだったりとか、はい、っていう人が意外と多いですかね。 BM の7シリーズとかアウディ A8 とか A8 ですね、この辺のモデルとの考えてる方が多いと思います、うん。ちょっとね、AMG GT ってまた特殊なモデルっていう感覚が皆さん強いみたいで、その4ドアの使い勝手の良さとか乗り味の良さっていうところでの考えでの車種の選択の中には入ってこないみたいですね。こっち側にナビと、あとこっち側に次の曲がる距離なんかも出るんですよ、はい。ああ、いいですよね、それがね。確かに、5連のメーターも更新化したかっていう感じです、うん。あとはちょっとカメラマン言ってましたけど、パナメーラ結構市場で距離、まあ、これもまあそこそこ乗ってるといえば乗ってるじゃないですか、うん、距離伸びてるやつが多いとかって、だやっぱり乗る、うん、レンジもそうだけど、うん、結構乗られる、乗れちゃう、そうだね、車だとかっていう、うん。だって使い勝手いいし、乗ってて楽って言ったらちょっとあれかもしれないけど、乗りやすいよね。あとこのサイズだけですよね。そう、2メーター近いこの幅だけ、うん。でやっぱりその使い方としては高速道路メインの1回の走行距離が多いっていう方が多いので、だ車が荒れてはいないんだけど距離が若干伸びてるかなっていう感じはあるかもしれないですね。確かにちょい乗りで1万キロ乗るよりかは、うん、もう本当にロングドライブで1万キロ走った方が車の痛みも少ないし、うん、そうですね、はい、うん。いやでもそれはなんとなく分かります、これ乗れるし、うん、乗りやすいし、うん、乗ってて楽しいですもん。そうですね、なかなかこう僕らも仕事で車乗ってて、うん、ね、もっと乗せたいなとかって思う車ってやっぱ限られてくるじゃないですか。そうですね、やっぱりこういう車とか、あと前に土と一緒に乗ったM4 だとか、ああいう類の車って っ、ね、はい、もうちょっと乗せたいなみたいな、はい、うん、ふうに思いますよね。はい、というわけで今回はポルシェパナメーラ 4S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。